瞬間もわかる時なんでか今は悲しくなる答えが出ている大人の話を聞くなら可愛い音に足りな私の話を聞いても遊びにしか行かないから大丈夫別に終わらないから大丈夫レープレープすれば大丈夫うまくいかないのコミュニケーションこれっていわゆるそのセンセーションなんて君が笑ってた私の目も見ずに笑ってたちゃんと捨てられたお友達とかおそらくあの人たち今はミュージックビデオの中でもボード